起こしたようだね。あ、知らないのかい？海軍本部への殴り込みのことさ。マジかよ。生きてることさえ奇跡だってのに、なんでまた。何何？同行者は海峡のジンベエと冥王シルバーズレイリー。レイリー、レイリーさんがどうして麦わらと一緒に。なんだこれ、一体状況がまるで飲み込めねえ。待てよ、確かあいつの親父は革命家ドラゴンって言ってたよな。で、爺様がガープだろ。この流れでいくと、レイリーさんは実はおじさんだったとか。おい、バギー、お前宛に政府から伝書パッドだがんね。なぜここが、まさかここまで海軍の追っ手が来るってのか。だから覚悟しとけと。おい、それよこせ、これを。とんでもない内容だがね。読ん